が私のキャッチフレーズでしたが、演歌という言葉が市民権を持つようになったのは昭和45年頃。辻恵子さんがデビューして、作家の五木ひろゆきさんが演歌と言い出しました。それまでは流行歌とか歌謡曲と言われていたのですが、黒のパンツルックに白いギター、色白の美少女が恨み節を歌ってから、突然演歌というジャンルが生まれました。彼女の出現は社会現象にまでなったのです。そんな頃の歌から、藤恵子さんで「恵子の夢は夜開く」、